ケンタさんがインポスだったらこの時にこのボタン押さないかな。うん、いやかなりマイナスのボタンですね、うん、インポスだと。騙されたな。バカどもめ。死ぬなこれは。心の声漏れてる。君は来るだろうか、明日のクラス会に半分に折り曲げた。安い。いいってことよ。安い。ほー、安い。ナイス。ナイスボタンです。安いボタン。安い。確かに寿司ネタは安いのが結構好きです、僕は。例えば。え？例えば？サーモンです。サーモンはみんな好きだよ。大好きも。そう、なんかね、お会計になると半分ぐらいサーモン関連食べる。そんなってサーモン、トロサーモン、炙りサーモン、ね、分かる、サーモンチーズ、炙りサーモン、炙りサーモン、焼きサーモン、チーズのってるやつね、チーズ、アボカドサーモン、アボカドサーモン、やめろ、サーモンタルタル、忘れた、無限に出てくるじゃん。おお、いやー、2人でいってんのか。え、はい、トウヤがバイタル見てて、2人とも直近キルです。あの、10秒以内ですね。はい、自分、直近でエロちゃんを見てて、直近でもないけど、メインまで行ってるんですけど、セキュリティでエロちゃん見てます。はいはい。で、自分タスクやってて、エロちゃんはカメラを見てました。タスクやり終えた時には、エロちゃんどっかに行ってました。エレクトリカルメインホールが最終位置。メインホールでは最終位置ですよ。あ、多分プテさんが LG さん情報持ってないと思ってる。僕が最終目撃なのかな、うん、僕昇降機の左を直しました、うん、でその昇降機に行く前に LG さんが、うん、エンジンくらいのところにいるのを見たよ。宿舎前まで来てました。宿舎前まで来たか。そう、いや、ていうかエンジンで緑、水色、もう一人3人組、黒だったか忘れたけど、黒じゃない、多分茶色だと思う。茶色は茶色、そう3人組で走ってるよね。そう、3人組で走ってて、私が1人でメインの方抜けてるかな、うん、じゃあプテさんと LG さんがやっぱ上行ってるから。あ、そうで、先端も一緒にいたよね、うん、はい。で先端が右行ったのよな、はい、右に倒しました。で、うん、そうで宿舎前で僕が、うん、直してたから分かんないけど、うんうん、直し終わった時には LG さんもういなかったよ、うん、だから下に行ってるかコックピットじゃなくて、なんだっけ、うん、私は、コミュニケーションエンジン宿舎前登ってミーティングボタンってとこまで行ったけども、うん、誰とも会ったし、もちろん LG さんも見ていないので。あ、じゃあ金庫かな。金庫か、まあメインの方に行ってメインで殺されてる方、金庫かメインだと思う。 LG さん、あ、右、下から右に抜けてる可能性もあるのか。うん、うん、テラゾフジミアでエレクトリカル多分かなり長い時間滞在してたと思うけど、うんうん、そっち側で見てないよね。そうですね、うん、だからおそらくピッチンの方に行ってたかな気がする。私も来た。で、心電図をフジミアさんと東屋さんが確認してるのを見てる感じかな、うん、その後私貨物室で助けてた感じ、うん、心電図情報が結構本当っぽいって話ね。はい、見てたのは心電図見てるので、はい、うん、超直近っていうのはピカさん絶対違うと思う。だから僕隠しろでいいっすか、ね、自分隠しろで。先端は右でしたっけ、ナモさん。右だからそうだね。うん、そうですね。すね、うん、隠しろで。右からはいけないって。これだいぶ自分怪しいな。直近。
血の殺害もできますね。一撃をすれば。死なないように立ち回るか。最後まで残ろう、隠しのまんま。死んでなかった。26秒くらい。で、押しました。はい。エロちゃんの死亡推定値がセキュリティキッチン、武器庫、通信エンジン。そこら辺です、ね。LG さんの死亡推定場所が金庫、エンジン、メイン。うん、だから左側ですね。自分めちゃくちゃ怪しいです。うん、どっちにも行きます。うん、どこに、あ、なんか何も聞いてないから動きも教えてほしいですかね、夏目先生。じゃあエロちゃんとセキュリティにいました、うんうんうん、その後メインですよね、モバイタル情報出て、うんうん、でエレクトリカルメインホール、まあ、シャワーに入ったぐらいが最終地なので、うんうん、でだけど偽装すればキッチンの方にも行けるし、メインで殺せる、うんうん、メインは通っているので殺せるし、まあ怪しい位置です。一番怪しいかな。あとエレクトリカルの2人、寺戸さんと藤宮です。でバイタルに東屋さんがいたのも確認してて、ピカさんが貨物の方に抜けたのも確認してるので、でも俺も東屋さん確認したんだけど、うん、そのタイミングで東屋さんが、はい、バイタルは離れたんだけど、 そのタイミングで死んだの、うん、そうですね、一回死んで離れようとして、でもう一回見直したら今度エロちゃんが死んでた。あれっていうかプテさんってさ、右左リアクター直した後どっち行ったの。僕はミーティングボタン、そのまま上上がって、いやボタンを押してない、ボタンはボタンは私だよ、アントさんでしょ。あ、じゃあ奥まで、あ、奥まで行ったん、あ、ごめん。じゃあこれ最初ミーティング、最初ミーティング、最初ミーティング、ミーティングの奥っていうね、うんうん、を見てないから、ほう、あ、じゃあ、じゃあごめん、ミーティングの最奥回りにしたいって、 LG さんの可能性としては、うんうん、あそっか、誰かなんかはしごとか聞いてないですか。聞いてない、あ、覚えてないわ。はしごは1回やったと思う。結局さ、今さ白取れてる人って誰か、ちょっと1回教えていただけないですか。トウヤ、フジミヤ、フジミヤ、トウヤ、テラゾーまでは、あと白、あとピカさんまで見ていかない、はい、センターさんが空いてたはしご1回、私もその記憶でプテハスさんのはしごのと聞いてない気がする。いや僕はリアクター直してすぐ上登ったけど、サントさんもミーティング行って押したんですか。そうだって私押してるから。じゃあ無理じゃない、じゃあロラでいいんじゃない、プテアさんと夏目先生のとりあえず、うんうん、あだったら自分から殺してください。 あれ、あ、とりあえず僕スキップ入れちゃったけど、スキップ入れてから、うん、決めちゃった。そうなんだね、夏目ね、ロラでいいの、本当に本当にいいの、バイタル偽装とか。助けなくていいよ。あ、はいはい、停電最速で直しました、はい、自分ナイス、はい、結局エロちゃんができるのが夏目さんと、後からリアクターに行ったプテさんぐらいだから、そこがローラーっていうことですね、うん、で、エレジーさんのキルは誰になるんだ。プテロさんじゃないの、プテさんか、うん、プテさんも無理、プテさんは無理だと思いますよ、あの一緒に行ったんで。エロちゃんのキルに関しては、うん、あ、そう、僕が今容疑かかってるのはエレジーさんです。エレジーさんの方、そう、エレジーさんの方、あ、だったらさ、だったらなんですけど、うん、エロちゃんのキル一回皆さんに忘れてもらって、うん、あのエレジーさんの方ができるキルを探して、プテ以外に誰かいますか他に。いや、あの今なんか僕はミーティング奥で僕が殺したんじゃないかみたいな容疑がかかってるけれども、うん、あ、その可能性もあるだけで、そこじゃないの、うん、エンジンとかメインだったらどうですか。僕はそっちの方は見てないからわかんないけど、そもそも東谷、藤宮、ピカクロスが診療所貨物にいて、最終寺蔵さんが、貨物室に飛び込んでいるって状態なんで、ああと間違えた、診療所に飛び込んでるって状態だと思うんですよね。で、そうですね、沈殿図状態、
あ、戻った。で、心電図情報から考えると、まず真っ先に東野、藤宮、ピカクロスさんも位置関係的に外せて、あ、無理無理、絶対無理。それで言うと、藤宮さん、僕、前半だけ見て、後半は見てないですよ。後半は寺蔵さんとエレクトリカルで言いました。それは寺蔵さんの後半エレクトリカルでいて、で、東野さんが多分俺を視認したと思うんだけど、診察室離れた、はい、はいはい。その時にはもうすでに藤宮さんは貨物室側に抜けてるはず。ああ、なるほど。すまん、これ、ロラをしてほしいので、もう情報いっぱい自分出してるけど、ボタンはないので自分からでもいいので村の皆さんが決めてください。投票一応センターさん決めたら、ちょっと待って、夏目先生、夏目さんの順でつって、うん、あ、オッケー。じゃあ皆さん自分に絶対集めてください。投票割れだけもうめんどくさい。マジでちょっと待って、はい、やだな、僕は村だからこのまあ何が嫌なのかが全然わかんない。夏目がこんなに言うのかなって思っちゃった、インポスターで。もうこれ自投票です、夏目。もうすがすがしい詩だ。はい。じゃあ、釣れたと見て。もうタスク入れなくていいです。絶対釣ってね。なんだよ、ね、さんだと思います。濃度で。はい、もっと優先順位をつけてほしくて、僕が多分一番無理で、うん、で、もっと、奥側の人、その、うん、貨物側の人とか、診察室の側の人とか、その死体の推定場所から一番遠い人は誰ですか、うん、ピカクロさんが貨物。ピカさんは最終貨物ですか、一番絶対できない、うん、ピカクロさん、うん。一番遠い。できないと思う。あと、バイタル一緒に見てたから、なんか、東野フジミヤが一緒に見たタイミングがありました。リアクター鳴ったタイミングでは死んでなかったっていうのが僕の情報です。うん、先に死んだのどっちっつってたっけ？エレジさんです。エレジさんだったら、エレクトリカルから診察室に行ったタイミングで東野さんと合流してる俺が宿舎前通路で見かけた、エレジさんを殺すのちょっと難しいんじゃない？うん、まあエロちゃんは一応あるかなって感じ、うん。いやエロちゃんが死んだタイミング東野さんと東野さんがバイタル離れる瞬間だから俺そこに、ね、エロさんは無理、エロさんは無理ですね。あ、じゃあ両方、はい、無理かってラウンさん、うん、トエさんがいそうじゃない限り、トエさん、サントスさん、センターさん、ピカさんっていう、あ、ピカさん外れか、うん、だからあれかな、順番に釣っていくんだったらそれだけどって感じでしょ、うんうん、そうですね。プテさんで終わんなかった場合、私視点では LG 戦がプテさんでほぼだから、エルちゃんさんの方のキルが夏美先生じゃないことになるっていう感じになるかな、うん、私視点。誰ができそうなんですか、ね、結局。エロちゃんが終わんなかった場合ですよね。仮にエレクトリカルに来てた場合は、まあ、見逃しで藤宮、寺蔵のどっちか。あ、でもそれは東野さんで弾けてるのか。東野さん目線、寺蔵さん。うん、東野さん、うん、寺蔵さんほぼ無理だと思います。あ、でもすいません、藤宮さんが貨物がいたのは東野が見てないので、はい、あ、僕は貨物行ってないです。あ、行ってない。診察で東野さんと一緒にいたタイミングで、見て死んでないなっていうので電気室。最後これさんまではちょっと容疑者広げるようで悪いけど、はい、僕最後ミーティングの奥だったから、うん、サントスさん殺し死体消しはないって 100% 言い切れるんだったらまあいいかなと思ってる。どうですか、階段の音、それこそ音聞こえなかった？僕は分かんなかったから、うん、じゃあ終わんなかったらサントス、いや終わんないんで、終わんないで考えてほしいです。うん、何タスクやってんだこいつは。押してくれるのね。多分順的に私なんですけども、終わってても終わらないので考えていい。3ってなってくると、うん、多分白置きさしたところの中にいるって話になるから、うん、間違いなく多分外せるのが東野藤宮であることは間違いないと思うんですよ。間違いないと思う。だから多分その場合は
プテラテラゾあ、でもそっか、最後藤宮さんエレクトリカに飛び込んでるっていうから、トーヤテラゾが外せるのか、トーヤテラゾが外せる、あ、あがエレジーさんを切ってる場合は分かんないです。エレジーさんは結局サントスさんが宿舎前で見たのが最終なんでした。あ、違う違う違う、私はエンジンルームで、はい、茶色水色黄色、僕が最終目的で宿舎前です。宿舎前で見たのが、それがリアクターなってる、うん、リアクター左に行っているのかなと思ったら、プテハクさんはどっか行ったって言ってたんで、そうなんだと思ってました。プテハクさんからまず目撃情報が出ないのも変だし、私自身はコミュニケーションエンジン宿舎前ミーティングのところまで押しに行って、死体も誰も見てないので金庫の左でプテハクさんとエリジーさんが行って殺してるとかが一番の推理かなって。まあ、もう一つは同時に上がってミーティングの右奥もあるけど、うん、私ははしご門が一つだったので、おそらく金庫室で2人行って殺したのが最有力かなと思ってるので、プテラさんで連れている。で、夏目先生がどっちもやっていなくて、エロちゃんさんの昼のインポスターが残ってるっていうのが私視点の推理です。だからセンターでもう1連れてるっていう認識になるならスキップでもいいのかなと思うんですが、とは思うけど、ピカさんを最後に貨物方面で見たのどなたでしたっけ、藤宮さん。それは誰も見て、僕は診察でリアクターが鳴ったタイミングにピカさんがいたのを見てるだけです。あれ本当、私が通るとき藤宮さんが心電図から離れてるところだった気がするから、診察から右に行くのは見てますから、貨物最終は分かんないです。その頃僕はエレクトリカルでウロウロしてたんで、右側に2人が抜けてるのを見てるんですよ、うん、で東屋さんもこっち側に来てるの見てないので、その3人は絶対白っすね。ないか、プテハシサントスだった場合はエロちゃんのキルをどう、エロちゃんがメインホールだとしたらピカさんの弁当大移動とか先端さんの証拠右からの大移動とかはなくはないぐらいですよね。証拠右からどか、かスキップすんのか、うーん、いやさ、ミーティングにさ、死体があって、エレジーさんの死体が実はあって、で、プティハシさんがエンジンルームでキルしてるとかない。で、実は階段の音はエレジーさんだったんで。ない。僕が死ななきゃいいか、とりあえず。落ちいいボタン、いいボタン、いいボタン、素晴らしい。絶対落ちてるね、落ちてますね、うんうん、素晴らしい。タスク皆さんあとどれぐらいです？いやごめんなさい、あんまりやってない。3個ありますね、タップタップ残ってると思う。どっちで落ちたと考え、いや私はプテハスさんで落ちたと思う。プテハスさんだと思う、プテハスさんだと思う。あの夏目先生の弁明を信じたくなったかな、あれでもある。一人のに生きるの時間ってあり、あ、ないのか。あ、絶対ない、ない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 。ただエロちゃん殺せたのが本当に俺視点、弁当でメインホールからキッチン飛んだとかエンジンから飛んだとか以外考えられなくて。でもエロちゃんってさ、ね、なんかセキュリティで見られた以外の最終情報ないからずれてんじゃない、うん、セキュリティからちょっと。まあ一応あの夏目先生の証言ではほぼ直近って表現をしてたから、うん、そこからどこまで走れるかだと思うんですよね。6秒ぐらいだっけ、まあ、バイタル情報的に東屋さんの、エロちゃんは6秒ないです、5秒以内ですね。5秒以内、はい、うん、エレジさんが10秒以内って感じです多分ね。位置がセキュリティじゃなくて多少ずれてる気がするんだよな、まあ、そうそう、キッチンかメインまでは、うん、ワンチャン行けてる、ね、動けちゃってる、うんうん、でもメインは多分なくて夏目先生がメインシャワーで終わってるから、あ、だってメイン左があるか一応とか、
か夏目先生がメインまで行ってるなら、あとはあんま思いたくないな。うん、そうですね。藤宮さんもいたもんね、レクチャーから。うん、そう、その時は2人で見逃しのパターンはまあ正直もう追いづらいかなと思います。一応センタンさんにもう一回聞きたいのが、センタンさん終わる位置ってどこでしたっけ、終わった位置、死体が上がる時右、右、誰かに目撃された上で終わった、あ、直してるか、直して終わってるんで、直してることは事実、直した後に弁当とか動いてる可能性はあるけど、あんま追ってなくて、あるけど直してることは絶対事実。直った瞬間押したでしょ、佐藤さん、うん、レア系すぎるかな、ちょっとメインホールに弁当で飛んでメインホールからキッチンに飛んだとか、いや、あの、ありえない、まあ、ないと思うかな、あの、新しい要素出るまで待った方がいいと思う。そうですね、な方がいい、絶対方がいい、なんか断言できないわ。センタさんがインポスだったらこの時にこのボタン押さないかな。うん、いや、それはそうだ、マイナスのボタンですね、インポスにとって。騙されてるね。バカと思うめ、死ぬなこれは。心の声漏れてる、怖い。パーフェクト。やめよう。行こう、見に行こう。どうせ米サバはなる。このインポスターは絶対米サバをならす。俺は知っている。ほら来いや。神様だろ、知ってんだぞ。ほらな、わかるのよ、もう性格が、インポスターの傾向が。もう一回米サバ鳴らすと思う。見られてないけどいけるかな。次のターンでいいや。次のあれ。はい。はい。いけるか。セキュリティ下展望デッキ、あ、セキュリティ下のアップロードのとこですね。で、直前、キッチンでピカクロスさんとすれ違ってます。あーごめん、あのね、通ってる、セキュリティ前確かに通ってるんだけど、そこのダウンロードのところはチェックしてなかったな。私の行動経路としては、心電図を確認してて、心電図を確認して、サントスさんが死んでるのが分かってたから死体探しで一応走ってたんだけど、そこのチェックだけ私漏らしてたからごめん。その死体発見の直前にアドミン見てて、でセンターさんもコミューサボ直してて、アドミン情報でエンジン1はセンターさんって言えて、うん、でセキュリティ2の瞬間とエレクトリカル1を見てて、5人しか映ってなかったので、はい、トーヤで、あのピカクロスさんとテラドーさんが通信妨害左にエレクトリカル抜けるのを見てます、うんうん、でその後ね、テラドーさんが1回ね、あの脇道エレクトリカルの小部屋の方に入り込んでって、私が先に抜けてるんだよね。それだと今のアドミンと食い違いますね、うん、だからもしトーヤさんかなと思ってるのが1個あって、うん、私の後寺堂さんと私の後ついてって、私が離れて寺堂さんついてってキルしたのかなって今思ってる感じだから、まあ、あの位置関係的に私疑われちゃってるの割としょうがないとは思ってるんだけど、その2がねもともと違ったっていう説が、2の位置が私じゃなくてトーヤ寺堂だったんじゃないかなって感じ。そうするとピカさんがどこに、あ、私だって通路のとこにいたから、通路のところ、あの、なんだっけ、うん、あの絵が飾ってあるところの通路で、ドア開けを、通路すね、そうそう、あそこでドア開けを結構な回数見せてたから、確かに、あの、キルを来た時の寺蔵トーヤの白鳥でも、やっぱ矛盾が生じてしまうので、トーヤさんだと。ワンチャンピカさんが弁当で飛んだっていう方が、考えやすいかなと思ってますが。あー、うん、いやー、同じくですね。いや、ごめん、これきついわ。うん、あーとねー、すね、まあ、全ては間違いなく東屋さんなんだけど、あーそうだよね、ごめん、いやこれ東屋さんがうまいわ、あーきついね、これ多分ね、エロちゃんあたりが多分動きが違ったんじゃないかなと思うんだけど、
あー終わるんだけどさ。ナイスファイトです。すごい、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 どこでやったの。アーカイブ、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 やっぱ位置そんなずれてんだ。ずれてるからと思ったけど、びっくりしたよ。あの切る弁当からいきなり出てきてさ、ドーンって切るの。あ、貨物の弁当からアーカイブにぴょん。アーカイブにぴょんです。どういう、エロちゃんはどういう経路でアーカイブへ。メイン上がって、テラゾーさんと多分すれ違いましたね、シャワーから。あ、マジか、ごめんな。多分そこにいろだと思っちゃってた。あ、ごめん、とか。俺の身の上が。あれ夏目先生、直近で、セキュリティに見て。夏目、左に。ごめん。え、だってエレクトリカルで人がいっぱいいるんだったら、エロちゃん、エレクトリカルで見られてないから、キッチン側かなって思った。まあ、そう、実際見た人がいたのか。夏目先生の腹時計が申し訳ねえ。いや、結果勝ってるし、結果来る、勝ってるし。ピカさんにやり返された、さっきもやり返しました。全然狙ったつもりはなかったんだけど、潜ってたらちょうど来てくれたから、あれ本当にびっくりした。気持ち分かった、気持ち分かった。怖い、あれ、あれ怖いんすよ。怖い。え、LG さんって金庫。あ、金庫です。あの、僕正直、あの、北橋さんが最初から挙動がむちゃくちゃ怪しくて、なんかあの武器庫でドア閉まってるのにタスクもしないんで、武器の真ん中のところにずっと立ってうろうろしてるし。怖っ。あの、まあ、これでも、あの、正直リアクターの時に左に行ったら死ぬかなと思ったんですけど、先頭さんと北橋さん一緒にいるから、あ、これ多分死んでも詰められるなと思って、まあいいや、行こうと思って金庫行ったら死んだって感じです。うん、そうだよね、はしごやっぱ1だよね。はい、やっぱ20は1、僕最後コックピットだから。そうですよね、右端行ってないですよね。そうそうそう、橋もそも行ってない。そうなんや。あれってやっぱリアクターが一番時間稼げるのかな。僕お土産したかったんだけど。ああ、まあコミュサボも人がどう湧いてるか次第ですけど、めちゃくちゃ早かったからコミュサボ3秒ぐらいで乗ってさ、ボタンが入ったらリアクターでボタンを押す人を下に呼べるから、それでちょっと治るまで時間稼げるけど、その神様の近くに人が待機してるとすぐ治っちゃうから難しいっすよね。難しいなぁ。お土産したかったなぁ。いやぁ、でも。あれ、サイト確認取ったけど、ちょっとやっぱタスクに隠れてたのか、エロちゃん見えなかったみたいな。あ、そういうことか。忘れちゃないっすよ。しょうがないっすね。クリスタは仕方ない。正直。くぅ、タイミング悪かったな、じゃあ。え、夏目と合流して結構もうすぐ出ていきました、セキュリティエロちゃんは。いや、そんなことないよ。夏目が俺の後ろで。タスクやってんのか俺のこと見張ってんのかわかんないけど、やっぱだから腹時計がやばい。アーカイブまで時計までは遠いな、申し訳ないです。時計はやっぱすごい技術なんだよ。そりゃだって、そりゃね、大会で1位取るほどの、いやいや、あの、下にいつも特殊な訓練を受けてますって出るから、さんと